呼んだ理由って何ですか？茅野が留置所から出てくる。明日保釈決定が出る。俺香川行きます。そしたら一緒に行こうか。おいおい、ちょ、何してるの？俺さ、パニック障害みたいなんだよね。病人ですよ。こうすれば橋よりでかいか。あ、ちょっとなんか、黙ってどっか行っちゃいそうだね。行った方がよかった。戻ってくるんでしょ？私はブレーキが壊れてる。自分で止めようとしても、これから先光太郎を悲しませるようなこといっぱいやっちゃうかもしれないよ。俺が替えのブレーキ。また薬に手を出して、決まってたら他の男と寝ちゃったりするかもしれない。自分じゃ止められないから。もう一回やってみようと思う。マジじゃん。複数本で過去のことは仕方がない。後悔したって戻らない。止めて。タイムスリップ。